あーいはい、はい、ということで今日はあ、仲良かったでしょ、仲良かったように見えるんですけど実は今日は対決です。あ、そうですね、ガチンコ対決、ガチンコ対決です。ツイッターの方でもあの胸ぐらつかまれた写真がありましたけど、こういうやつです、ね、あれは、はい、危なかったね、一触即発、もうもうプルプルしたもんで、ね、もう手が出るんじゃないかってぐらいの喧嘩だったんですけど、喧嘩でしたね。まあ喧嘩するならまずジャグラーで決めようということで、そうしましょう、殴り合うんだったらジャグラーで対決して穏便に済ませようじゃないかってことになったんで。そうですね、はい、でしかもですね、ブーちゃんは何なんかある秘策があると。そうですね、やっぱりオカルト店長に勝たなければいけないので、こう視聴者の皆さんっていうんですかの力をお借りして、こうみんなで戦おうと。みんなバーサス俺。はい。あ、はい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 。やっぱこう参加したいかなって思うんですよ。あ、皆様も。僕私のオカルトで店長をやっつけよう。やっつけよう。おお。でチームを結成したんです。はいはいはい。なぎ倒します。俺のオカルトで。頑張りましょう。絶対負けないんで。頑張りましょう。はい、ということでブーちゃん。ブーちゃん連合だね、後ろにバーティーね、オカルト店長倒したいです。はい、倒した、いいですね、倒したい VS オカルト店長のオカルト対決ですね。そうですね、ルールはビッグ1回でいいの？いいです。本当？さっきいいのね。いいです、もうわかりました。じゃあビッグ1回サキペカ、サキペカします。サキペカでビッグね。ビッグ、はい、じゃあそういう対決です。カモン、カモン。はいはいこっちに行きます、ね、こっちの方が楽です。こっちかな、はい、だこっちだろ。はい、はい、ということで準備できました。うわあ、出た。そういう戦法か。そういうやり方か。出たな、みんなのオカルト。何、騙し打ち。騙し打ち、騙し打ちないだろ。勝手に始める。そっか、勝手に始める。勝手に始めるオカルトです。じゃあ止めてやって。うん、ああよかった、こうやってかかったらどうすんだよ。はい、ということでルール来ました。ルールじゃねえ、ルールが決まりました。ルールと台が決まりました。決まりました、ミラクルです。はい、ミラクルジャグラー。これはブーちゃんが推薦した機種ですね。いけそうな気がするやつです。いけそうな気がする機種ということでミラクル。で、ルールはビッグ1回先に引いた方が勝ちと。はい。はい、うん。ですね。です。あとは、まあ、なんで喧嘩になったかというと、ホットモットの天丼が塩なのかタレ派なのかで。そうですね、喧嘩になりましたね。結局2人ともタレ頼んだけど、タレの量が多かったな。多かったです、ちょっとしょっぱかったです。だから塩でいいっつったんだよ、俺は。いや、塩もしょっぱいかもしれないですよ。ちょっと、まあまあまあ、今日のお昼それを検証しましょう。負けたら天丼しよう。天丼しよう。はい、え、まあ、天丼おごる。天丼しようおごる。うん、はい、いいね。はい、ということでやっていきましょう。やってきます。はい、じゃあいいの、なんかアニャのみんなのオカルト。あ、最初ですか。うん、え、それも用意スタートでも始めちゃっていいの。あ、用意スタートで始めてもいいですよ。いいの、じゃあ用意スタートしますよ。まずでもお願いしときます。え、光らしてくださいって。ああ、そんなんあるんだ。はい、これ小雪ちゃんのオカルトらしいです。しかも負けるって書いてありました。何が？そのやると負ける。じゃあダメじゃん。でも光るらしいですよ。あ、そうなんだ。トータル的に負けるけど光るらしいんで、お願いします。やりましょう。はい、じゃあ準備できました。はい、やります。はい、じゃあ皆さんのオカルト VS オカルト店長のいつもの打ち方、どっちが先にビッグ引くか、はい、勝負です。はい、ではいきます、せーの。ポンポンポン、いいのかな、俺はポンポンポンだけど。まあ、とりあえずクレジット全部一回、うん、もうスピードで消化するらしいです。あ、そう、同じじゃん。いや、もう打ち方狙わないで。え、あ、何も狙わない。狙わない、とにかくクレジットをなくす、うん、なくすっていうおかずらしいです。その後になんかやるみたいですよ。俺はブドウソーダ、ブドウ、ブシュン。
あ、いいですね。そういうのも、そういうのもっと見たいです。え、何？そういうのもっと見たいです。それ何もっと見たいって？あの、もっと長くぶどういっぱい聞きたいです。ぶどう、あ、ぶどう、イエーイ。よしよし、キュン。ぶどう、あれか、俺にそういう演劇をやらして隙をついてペカラスよっていう。そんなもん聞きませんよ。俺はいつも通り7を下段にね狙って、ブドウが取ったらブドウ、チェリーがやったらチェリーボーイでやってれば自然とペカって、それがビッグにつながると。おお、なる。はい、チェリーボーイ、朝のチェリーボーイはギンギン。いいです、いいです、いいです。いいと思います。ブダーン。さあ、はい、声なくなりましたよ。声なくなりました。こっから手入れして、まあ、手入れっていうんですか？手入れを。手入れして回していくらしいです。あ、めんどくさいな、これ。あ、でも、倒したいのメンバーが教えてくれたんでしょ？そうです、教えてくれました。そしたらペカルらしいです。いやもう絶対ポン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 が一番なんだって。あ、本当に 牛リプレイが出たら、リプレイたら、あ、下から叩く、って言ってました。リプレイだよ。おー、リプレイだよ。おー、めっちゃ牛が続くおかずじゃないですか、意味ねえだろ。楽しめるよっていう。あ、牛手入れじゃない。50枚終わったらまた50枚入れて、で、タイミングがあまりずれないようにしっかりポンポンポンやっていく。これがオカルト打法。はい、入りましたね。いきます。ポンポンポン、ブドウ。ブドウが出たらマックスベット1秒のレバー1秒。なんて？なんですか？俺もリプレイから下から打ってるけど。なんで一緒にやってるんですか？ずるくないですか？倒したいのあれ、メンバーに入ったんですか？え、ブドウ出たらなんだって？ブドウ出たら、うん、マックスベット1秒長押しのレバー1秒。チェリーだろ。あ、チェリーはなかったですね。ないんだ。チェリーだ、チェリーボーイ。大きい声で言うんじゃないですか。そうそう。ブドウ。ブドウって言ってんじゃん。ブドウって言っちゃってんじゃん。え、ブドウは言ってもいいんじゃないですか。リプレイはしたから。言っちゃダメ。言っちゃダメとは言ってない。ブドウは1秒。そうですよ。一緒にやってるじゃないですか。簡単でしょ。いや、まだですよ。え、まだですよ。うん、そうだね。どうする、こっちから行くか。おお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 お、勝った。勝った。申し訳ないけど、みんながいっぱい来てるの。皆さんの気持ちが。まだまだいっぱいあったんですよ。え？あ、いっぱいあったんです。はい。まだ何にも2個3個ぐらいしか出してないんですけど。だから言ったじゃん、1回でいいのって。1回で俺勝っちゃうよって。だってそんなすぐビッグ引けると思ってなかったんですもん。俺ビッグ引けるじゃん。何年見てきたんだ俺。バケだと思ってました。それはないよ。俺耐久スケ強いんだから絶対に。そうですね。ちなみに59ゲームですね。はい、私69ゲームなんで店長で回したんですけど。69。はい。ごっくん69。回したんですけど、うん、負けてしまいました。
いいの？申し訳ないです。みんなの何やの？みんなのオカルト。何ですか？え、みんなのオカルト。かわいそすぎるだろ。一生懸命オカルト考えて送ってくださってありがとうございます。え、やっていいんですか？え、いや。じゃあどうすんの？このみんなのやつは、じゃあ、何ですか？みんなのやつは、あのブーちゃんが、あの一人で、あの一人で？一人で。これ罰ゲームで。一人で増えた。みんなのオカルトを使ってペカらせますんで。検証します。はい、検証します。対決は負けたけど、みんなが送ってくれたやつはあのしっかり検証します。はい、検証します。一人で。はい、はい、せーの、すいませんでした。もう二度と挑まないように俺に。そうですね。まあその自分で検証してみて、みんなからのやつ検証してみて、使えそうなやつだったらまた、うん、挑んでいきなさい。天丼。まだ天丼でいいですか？挑んできなさい。はい。はい、それまでは挑まないように。はい。はい、ということで次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。バイバイ。勝ちました。ちゃんとおごってもらいました。ブーちゃん、ごちそうさまです。また挑んできてください。もういいです。打ち負かしてもっと昼飯ゲットしますんで。美味しそうですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。